乾杯ということでですね、今日は、北海道の、ニセコに来ておりまして、明日、ニセコアドベンチャーレースのですね、エキシビションレース、本戦に向けてね、ちょっと肩慣らしをしようということで、今日はニセコにやって来ておりますが、今日はですね、つい先日発表された、今日かな、楽天最強プランについて、解説をしたいと思います。大好評楽天シリーズ、いってらっしゃいということで、今日はですね、なんで楽天最強プランがリリースされたのか、この背景についてまずご説明しますが、実質0円プランをやめてからですね、本当イナゴのようなですね、楽天モバイルタダで使ってやれ税がですね、抜けたことによりまして、楽天、契約者数がですね、純減してしまいまして、成長途上にあり、これから右肩上がりですって言ってるところにですね、やっぱりドーンって下がっちゃうとですね、やっぱりイメージ悪いですよね。ということで、なんとか苦肉の策でですね、起死回生の策はないのかということで、いろいろ練ってたと思います。実質2980円最大で、使い放題というのがですね、楽天モバイルの、一番の売りなわけですね。もちろん980円とかで、何ギガまで使えますみたいな、お安いプランもあるんですけれども、今の楽天ユーザー、楽天モバイルのユーザーを支えてるのはですね、もう圧倒的にそのギガを使い倒してやるぜみたいな、自宅に光回線を引かずにですね、楽天モバイルを使うユーザーさんですね。たまたま自宅とかが楽天モバイルの電波がバリバリに入るところで、2980円で、だって1テラだって2テラだって3テラだって10テラだって使い放題、使いたい放題なんですよ。もうだからネットゲームもし放題、動画も見放題でございますよ。それで2980円だったらそれ安いよね。ということで、今の楽天モバイルのユーザーさんみんなそんな人たちなわけですね。で、そんな人たちの中から繋がりにくいと。どっか、例えば会社に行った時とか、繁華街に行った時、ビルの谷間に入ると、楽天モバイル電波入らない。そりゃそうだよね。プラチナバンド持ってないんだから。他の三大キャリアは、参入した時期が早かった。楽天は後発ということで、まだプラチナバンド、つまり 700MHz から 900MHz ぐらいの、電波というのは非常に特殊で、ビルの谷間とかをこう回り込んだりとかするんですね。だから繋がりやすいんです。でも、楽天モバイルが持ってるのは多分 1.7MHz 帯ぐらいですかね。ごめんなさい。1.7GHz 帯ですね。もっともっと高い周波数 帯なので、電波のこう、指向性がめちゃくちゃ、直線的なので、ビルの谷間とかでですね、こう回り込んだりとかできないんですね。ということで、プラチナバンドを持ってないことによって、楽天モバイルのユーザーさんというのは、たまに都心に出かけると、全然繋がんねえじゃん、みたいな話になるわけです。で、当然彼らはヘビーユーザーさんなんで、実はですね、これ、au と、ローミングの契約、KDDI、au とですね、ローミングの契約を結んでるので、でも 5GB まではですね、5GB までは、そのまま楽天モバイルの料金で使えるんですけれども、それを超えるとですね、もう速度制限がかかっちゃって、使い物にならないっていうような条件になってたんですが、なんと今回の楽天モバイル最強プランでよってですね、これを打破すると。無限に使えますと。つまり au の回線を使って au のカバーエリアで全部楽天モバイルがアンリミットで使えますっていうのが今回のメニューでございまして、すごい画期的ですよね。だから、楽天モバイルに入るユーザーがめちゃくちゃ増えるんじゃないかと。いうふうに多分三木谷さんも目論んでるんだと思います。ただそこには落とし穴があります。まず楽天モバイルは KDDI に対してめちゃくちゃ高額な重量課金なので、これ MVNO とかの契約でもないんです。MVNO は各基地局に MVNO の業者が自分たちのキャパシティに応じたバックボーンの光回線を引いてるわけですね。これで、ホリエモバイルをやってる X モバイルとかもそうです。すべてのドコモとか au の基地局に自分の独自の、自分たち独自のですね、ケーブルを引いて、そこのバックボーン容量で賄えるように設計する。
それが MVNO なんですけれども、もう楽天モバイルの場合はアンリミットですから、つまり KDDI に対して、要は楽天モバイルのユーザーさんが KDDI の基地局につなげて、テラとか使ったらテラ分を全部楽天モバイルが負担しなきゃいけなくなるわけですね。まさにアンリミット支払いも、楽天から KDDI に対する支払いもアンリミットなわけですね。それで実はなんと前期の KDDI の営業利益過去最高なんです。これなんでかわかりますか？楽天とローミング契約を結んでるからですね。まあつまり KDDI の回線、au の回線を使って楽天ユーザーのローミングの分をですね、売り上げ課金してるわけです、楽天に対して。まあ、要は KDDI の回線 OEM で借りてるようなもんなので、しかもアンリミットですよね。ただ、これまでは5ギガですね。5ギガのキャップがあったんで、使えるって言ってもリミットがあったわけです。今回アンリミットなので、テラとか使われるととんでもない課金が楽天に対して来るわけですね。ということで、まあ、要は、今期もこれ以上基地局の、数は、大幅に増やさないというような方針立てて、基地局への過剰投資を見直して黒字化させると、ブレイクイブに持っていくと、なんとか今年度中に行きたいというふうにね、三木谷社長、宣言されてましたけれども、そのために KDDI のローミングをもうアンリミットにしちゃうというですね、これもう超反駁地というか、どっちに転ぶかわからないみたいな勝負に打って出たわけですね。ただ、これ考えようによっちゃ本当にちょっと危険な賭けなわけですね。で、実際0円プラン途中でやめたじゃないですか。当然楽天モバイルはこれから 5%、10%、要は今 5% もないわけですけど、シェア。これは他のキャリアがね、波のですね、10% の後半台ぐらいまで持ってきたわけです。ソフトバンクで 20% ぐらいですか、シェア。それぐらいまでは頑張って、他のキャリアからシェアをもらいたいと思ってるわけですけど、まず一つの、その仮説として、そんなギガを山ほど使うユーザーがいるのかって問題なんですよ。実は、日本の、平均、日本人の平均ギガ数どれぐらいか分かりますか？皆さん10ギガも使ってないんですよ。月平均10ギガも使ってないです、半分以上のユーザーさんは。なのでホリエモバイルは20ギガまでにしてるんですよ。半分以上のユーザーさん、過半数のユーザーさんをカバーできればいいと思ってるわけですよ。いや、たくさんギガを使うユーザーさんは楽天モバイルでもどこでも行ってくださいと。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、アンリミットでギガを使わなきゃいけない、要は例えば100ギガとかね、要はドコモの割とお得なプランを超えてしまう100ギガを、まあ、例えばアハモ大盛りをつけてそれでもオーバーしちゃうユーザーさんでどれぐらいいると思いますか？要はアハモ大盛りをつけたら結構もう要は100ギガ近く使えるじゃないですか。それ以上使うユーザーさんってどれぐらいいると思いますかって話なんですね。なので、僕はそんなスーパーいたらすごいだろうなと思って。自宅の光を解約して、楽天モバイル1本にして、ね、アンリミットで使えるとする。でも、前科があるよね。要は0円で使えますって言ってたのを保護にしたじゃない？多分そういうこと起こるのよ。だから今アンリミットで使えますと、 KDDI のローミングも使って、要は楽天モバイルと KDDI の、ローミングでほとんどカバーエリアあるし、プラチナバンドも大丈夫みたいな感じになったとして、これどっかでやめるんじゃないかって思うじゃない。だから多分そういうことを、まあ、当然ある程度シェア取ったらやめたみたいな感じになる可能性って全然あるわけですよ。いや、なので、その間に楽天経済圏に取り込んで、みたいな感じな気が僕はすごくするわけですよ。いや、なので、これは、結構ユーザーにとっても、どうなの、そんなの信じて乗り換えていいのみたいなの、俺はちょっと、めちゃくちゃちょっと気になる。そこに関しては。別に、
楽天モバイルをけなすわけでも何でもないが、それは僕は考えた方がいいんじゃないかなと思う。で、その上で、このプランを見て、わざわざ楽天モバイルに乗り換える必要ありますかと。例えば、もう20ギガも使わないユーザーが大半なわけですよ。なのにもかかわらず、わざわざ楽天モバイルに乗り換える必要ありますかと。MVNO でいいじゃないですか。別に堀江モバイルでもいいし、X モバイルでもいいし、別に IIJ でもいいし、トーンモバイルでも何でもいいですよ。それでドコモとか au の回線使えるんだから、そっちでいいじゃんって僕は思うわけですよ。で、楽天モバイルとかどうなるかちょっと、俺もなんか今回のその最強プランとかって言いながら、結構見てると荒だらけというか、だったんで、ちょっと不安になっちゃったなっていうのが僕の今回の感想でございます。あと、そのね、フレーモバイルとかはめっちゃ特典あるんですよ。トークンね、今フィナンシャルのトークン1200万円以上も投資が決まっているフレーモバイルのトークン、この楽天ポイントみたいなもんですよ。こういうのもやるし、まあ僕のね、雑談とかボイシーとかの毎日朝礼みたいなやつもやるし、なんとカレーパンだって1ヶ月に1個タダでもらえちゃうんだから。あとラーメン屋さんとかですね、シーシャ屋さんとかですね、もうね、居酒屋さんとかいろんなところが、実はフリーモバイルで特典をね、出してくれてるんですね。MVNO で同じ値段、同じような値段ですよ。ね、3000、約3000円ぐらい。それで、20ギガまで使えます。あとね、これ重要なこと忘れてた。楽天の使い放題電話って、普通の電話使えないのよ。電話のアプリあるじゃん。あれで電話ってやっても、楽天は使いたい放題じゃない。楽天リンクっていう、アプリを入れないと使えない。それがくっそめんどくさい。だから楽天リンクじゃないと使えないし、使えないってのはその、無制限なのかな、なんか。かけ放題みたいな多分あるんですけど、そうやって楽天リンクを使わなきゃいけないんですよ。それがクソめんどくさいんですね。ホリエモバイルは5分までかけ放題なんですよ。で、1回5分までなんだよね、確か。だから、ホリエモバイルの方が絶対お得だから、ホリエモバイル .jp で、いってらっしゃい！ホリエモバイル。格安スマホを超える携帯の LCC ホリエモバイルにいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いってらっしゃい。